綾瀬市は神奈川県の中部に位置する市。人口は約8.3万人。綾瀬市の町並み全域が相模川の河し団球にあり、丘陵の起伏は比較的穏やか、気候は比較的温暖である。緑と文化が香る、触れ合いの町綾瀬を市の標語に掲げている。神奈川県内では最も新しい市で、市内の18%強が、 在日米軍と海上自衛隊の厚木基地になっており、市長選では常に騒音問題が争点となる。従来より市内に一般国道や鉄道駅がなく、市内と東京、横浜方面などとのアクセス利便性が周辺自治体に比べ劣っていたが、2021年3月31日に市北部を通る東名高速道路上に綾瀬スマートインターチェンジが設置された。 近年、市内は、タウンセンター計画により、市役所周辺は、住宅地や飲食店等が立ち並び、2005年3月には、大型商業施設、綾瀬タウンヒルズ SC が開店するなど都市化の波が広がっている。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増加率を見ると、1.69%増の83,172人であり、増加率は、 神奈川県下33市町村中12位。県内の鉄道駅がある、逗子市、三浦市、南足柄市より人口が多い。人口密度は、四光寺特例市である平塚市と同程度の約3800人、軽平方メートルである。綾瀬市では、一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。 住居表示実施前の町名討論で下線がある。町名は、その全部、それ以外は、その一部であり、町名の末尾に数字がある場合には、町名を表す。郵便番号2012年7月8日に行われた、綾瀬市長選挙に、議員の笠間慎一郎が出馬。笠間の辞職により、現在欠員一致となっている。綾瀬市では、綾瀬市奨学金条例に基づく。 給付型奨学金制度がある。主に、高等学校、専修学校高等課程を対象としている。私立私立市内を、東海道新幹線が通過しているが、駅は設置されておらず、鉄道が通る駅の内市である。なお、東海道新幹線開業前に先行建設され、テスト走行が行われた、モデル線は、現在の綾瀬市、大和市境付近に起点があり、 報道等で、綾瀬の名は、全国的に知られていた。同様に鉄道が通りながら、駅のない市としては、当時以外では、青森県東和田市と静岡県牧野原市、福岡県宮若市と、同県中川市が該当する。なお、相鉄本線柏子台駅が、北端市境から約100メートル都市近であるほか、市北部には、海老名駅、相模屋駅、 相模大塚駅が徒歩圏内の地域がある。また、小田急江ノ島線、長報駅が東南部市境から約 1.5km ほどの場所に位置している。市周辺を通過する小田急小田原線には、綾瀬駅が存在するが、これは乗り入れ先の東京メトロ千代田線綾瀬駅のことであり、当市とは無関係である。市内には鉄道駅がないため、路線バス網が発達しており、 市外の駅などに向かうバス路線が多い。また市内を循環するコミュニティバスもある。前日の通り市内は自動車交通に依存しているため各所で渋滞が発生している。最近では神奈川県道42号藤沢沢厚木線全線開通により神奈川県道40号横浜厚木線から国道1号まで接続したため交通量が増加。 また、神奈川県道45号、丸子中山茅ヶ崎西や都市計画道路などの朝夕のラッシュ渋滞の影響からか、生活道路を抜け道として利用する自動車が多い。東名高速道路では、綾瀬スマートインターチェンジの建設事業が進められ、2021年3月31日に共用開始された。市内に一般国道に指定されている道路はなく、 1993年4月の国道改正においても指定はなかった。ただし、1981年の国道246号、山と厚木バイパス開通以前は、現在の綾瀬市内を通過する神奈川県道40号、横浜厚木線が国道246号の一部として指定されていた。ありがとうございます。